はい、皆さんの向けです。今回はですね、見てください、ちょっと見慣れない感じのところからスタートしたんですけど、僕のねオリジナルのカラーのルアーができたということで、まあ、サブチャンネルとかではよく言ってたんですけど、今回はですね、せっかくなんでその作ってらっしゃる会社にお邪魔して、がっつりカラー紹介していこうかなということで来ていただいてました。としかさん、ありがとうございます。あ、いえいえ、まなたちのとしかと申します。よろしくお願いします、はい。まあ、このハニタスっていうねルアーを、これ見たことあるかな、こういう、まあ、僕のチャンネルでよく出てるんで見たことある人多いと思うんですけど、こういう、としかさん、これどういうルアーなんですか？僕が言う、はい、そうですね、特徴はここのヒレの部分なんですけど、はいですね、でここを、3段階ワンタッチで変えることができて、0.5メートル、まあ、水面直下ぐらいから 1.5 メートルぐらいまでを、ワンタッチで変えることができる、まあ、そういうルアーになってるんですけど、わざとニオンスより一回り小さくしてるんですね。 あ、そうなんですか。はい、あ、そうだったんですか。なのでちょっとせこいサイズ感なんですけどこうすることによって、まあ、食わせ能力ももちろん上がりますし、なるほど、まあ、例えばビッグベイト初心者の方とか、はい、まあ、女性アングラーとか、まあ、ニオンスにちょっと苦手意識持っているようなしんどいな、はい、方に、まあ、ビッグベイト専用のタックル必要ないので、そうですよね、はい、まあ、非常に使い勝手のいいサイズ感と、あと、まあ、こうカチカチと楽しんで釣りをしていただけるかなと思いますので、まあ、実際僕も使ってますけど、これ便利ですよね、はい。まあ、でこのカラー、このカラーじゃない、このルアーで僕のカラーを作ってもらってたんですけど、まあ、なんでこのルアーなんだっていう話なんですけど、まあ、僕と利川さんの YouTube つながりでして、見ていただいてたんですよね、僕のチャンネルを。はい、で、3、4年前ぐらいにインスタで連絡もらってから、まあ、いろいろありの、まあ、ここまで来たみたいな感じなんですよ。早速というか、早く見せろよって感じだと思うんですけど、紹介したいなと。これですね。はい、皆さん、見てください、これ。ダッサい。これです。Kメジャーカラーですね。カラー名、Kメジャー。Kメジャー2号い。ケメジャーカッコ2号っていうカラーですね、はい、どういうカラーなんだということをね、じっくりちょっと説明していきたいなと思うんですけど、このメジャーをどうしてもカラーにしたかったんですよ、ルアーカラーに。このメジャーは何だっていうと、僕のね、目測が甘いっていう話をカラーにしてもらったと。で、この顔ですよね、利川さん。このそうですね、ここめちゃくちゃこだわってるんですけど、4、5回作り直しましたよね、もっとサイクルに。いやいや、本当にありがとうございました、何回も何回も。最初の構想ではハスもあったんですよね。あ、そうですね、はい。ハスもあったんですけど、かっこよすぎたの。これとほとんど顔がね、同じになるんで。そう。これがハスなんですよ。で、ハスカラーって結構あるじゃないですか。だからちょっともうないやつでいこうということで、ハスはごめんなさい、ボツになりまして、こっちのニゴイ先生が採用されたということで、目もね、反対にあえて貼ってるんで、あ、ちょっとそうですよね、はい、ちょっとあっち向いちゃってるんですけど、いや、それが、いや、でもこれスタッフさんのアイデアなんですよね。そうです、後で見ていただきますけど、塗装のスタッフ提案で、はい、いやー、これは素晴らしいです。唇もね、何回か直してもらって、もっと分厚くしてくれと、たらこ唇にしてくれっていうことで、これ実際年生でもだいぶあれですよね、なんかデータ上で持ってるんですよね、はい、そうですね、切れとかも、これ無塗装なんですか、ね、無塗装ですね、無塗装にしていただいて、もう顔とメジャーだけが浮き上がるようにしていただいたっていう、ね、とんでもなくダサいカラーになってます、はい。まあ、多分釣れないですね、この色ね、おそらくそうですね、多分釣れないと思いますけどね。だから僕、まあ、他のカラーではね、バス釣ったらもちろん釣ったことはあるんですけど、はい、このカラー、まあ、いただいてから結構時間経ってますけど一回も釣ってないです、はい。だから一回も釣ってないんで、釣れるかどうかはもう視聴者に任せるっていう超いい加減な感じでいこうかなと思ってます保証はできないですね。そうですね、はい、釣れるかどうかは保証できない、はい、まあ、記念品なんでね。そうですね、はい、数量限定のレアものなんで、まあ、飾るもよし、なくすもよしということでね、はいはい。でこれもう一個実はね、から作ってもらってまして、どうぞ。これも同じKメジャーなんですけど、ちょっとシックな感じで仕上げていただいて、僕編集のテイストが結構ね、ちょっとなんかコメディチックな、まあ、マスゲンさんとの動画のような編集をすることもあれば、割とこう真面目に釣りをするっていうね、
動画を作ることもあるので、まあ、そっちのテイストの、まあ、イメージですね。でこっちにだけロゴを入れていただいてます。シュッとしてるんですよね、このロゴ。なんでこのニゴイちゃんに入れるとちょっと締まっちゃうんで、この黒にしか入ってないと。で黒の方はメジャーがこう上だけに振ってあると。これも途中で変えてもらったんですよね。あ、そうですね、はい。釣りが下手なくせにこういう要望だけはガンガン言ってくるっていうね、はい。で目も赤、これ目赤色いいっすよね。ちなみにこのハニタスって元はこんなんじゃなかったんですよね、はい、そうなんですよ。特にあるんですか、はい、特にこのコンセプトがあってこれを開発したわけではなくて、まあ、一応まあプラスチックの開発に今までずっと関わるような仕事をしてたので、はい、あ、そっか、そうです、ね、でそれの延長でなんかルアー作ってみたいなというところから始まって。なるほど。あ、こんなんでしたね。あ、こんなんやったな。最初、このキーホルダーみたいな。最初こんなんやったんすか。それはね、こんな、うん、最初こんなんやったんすよ。あ、これも僕も途中でもガラッと変わったんですけど、はいはいはい、まあ、この前にも実はビッグベイトを作ったことがあったんですけど、なんかちゃんと作り込んでいきたいなと思って、このクリングシステム、ヒレがカチカチする一つ前のタイプがこれなんですけど、ああ固定です。これ、あ、ヒレが固定やったんや、はいはい、なるほど。で、なんでこれつけたかっていうと、はいはい、まあ、欲しいアクションが全然出なかったんでロールしちゃって、あ、もともとはこんな形 で、はい、そうですね、ロールが強くなってしまって、はい、ちょっと自分の思ってるアクションではなかったので、あー、ロールを抑えるためにヒレつけて、そうですね。で、ヒレつけてみると、かなりアクションが良くなって、ただこれだとちょっとこう下水を受けるので、まあ、潜っていってしまうんですね、結構。あ、でリップレスで潜っていくルアーってちょっとこれ固定だったらめちゃくちゃ使いにくいんじゃないかなと思って。じゃあ不便ですね。で潜らないようにもしたいし、でもこの潜るのは、はい、まあ、リップレスだから出るアクションというものも実はあるので、あ、まあ、これはこれで活かしたいしっていう、このわがままな発想で、で最終的によう思いつきましたね、マジで。やっぱり、ね、こうなった。そうですね、ずっと困ってたんでどうしたらいいんやろ。そうです、そうです。どうしたらいい、困ってて、で思いついたんですけど、そんな感じですよ、皆さん。そういう中にこうバネが入ってるんですけど、そういうのはね、もともとその本業の方でいろいろバネ入れたりとか、中にこう中のこの構造物みたいなの結構得意だったんで、はいはいはい、ここの設計は割とすんなりいったんですけど。何が難しかったんですか。まあ、今ハニタスプラスっていうルアーを開発してるんですけど、はいはいはい、このクイングシステムを搭載すると何が難しいかっていうと、はい、とりあえず3つとも泳ぐようになることが難しいんですよ。セカンドだけはちゃんと泳ぎますと、はい、サードも泳ぐようになりました。でもファーストだけ泳ぎません。あ、この羽とかヒレの、はい、これがファースト、どれがファーストなんですか。ファースト、あ、これがファーストですね。これがファースト、はい、0.5 メートルぐらいの、まあ、要はここに水を受け流すみたいな感じでこう上がっていくってことですね。そうですね。でそのファーストと、でセカンドはね、割とここはすんなりアクション出やすかったんですけど、はい、まあ、サードですね。あ、これが一番出やすかった。これとファーストとサードを両立させるっていうことがすごく難しかったですね。なるほど。どっちかに合わせていくとどっちかがもう泳がなくなってしまうので、なるほど、ね、そこはすごく苦労したところですね。潜るセッティングにしたら浮くのがダメになって、そうですね、浮く方にしたら潜るのがダメになってでそれでアクションが途切れたりとか浮き上がってしまったりとかっていうのを改良して改良して、ようやくこの形に、最終の形に落とし込んだんですけど。確かにちょっとボディもこれ変わったんですかね。ボディの厚みを変えてますね。水を切りすぎてたのでボディの厚み変えたのと、あとアイの位置ちょっと目の上と正面っていう感じですね。そこも改良したんですか。改良しました。硬すぎず柔らかすぎずで、はいはいはい、でここが柔らかくするためにするには、ここ隙間必要なんですけど、この隙間を開けすぎると、はい、ここの微妙にこうクリアランスがあるんで、これ当たってしまうと硬くなってしまうので、あ、微妙なクリアランス残しつつ絶妙なところ出したんですけど、これが広すぎるとここにラインが入ってしまったりとか、あ、そういうのが、そういう問題がすごくあったので。なるほど。でも絡んだことは今ないですもんね。そうですね、ドリフトとかさせると、はい、細いラインとか使ってやってると、ピーとかやってるとたまに、はい、入ることあるかもしれないですけど、まあ、ほとんどストレスなく使っていただけるかなと。はい、まあ、本当にそのビッグベイトの入門的なルアーとしても、うん、すごく使いやすいかなと思うので。ただみんなこれ根がかりだけは気をつけてね、これリップレスなんでそうですね、ちょっとサードはね
ノイケ1個目サードはちょっとまずいですね。このモードにしてちょっと深いとこ攻めたろかなとかやってるとガチンいくから。これ一応なんかあれ針金つけられるんですよね。あ、そうですね、あの一応僕の YouTube チャンネルの方で、はいはい、結束バンドを使ってあの簡単にこうつけてもらうことできるんですけど、はいはいはい、だから一応まあちょっと手間をかければ、はい、あの根がかりに強い仕様もできると。で、そうそう、あの本題戻りますけど、このオリジナルカラーですよね。この黒いシックな K メジャーとこのアホな K メジャー、発売日なんですけど どうします何日でしたっけ、いけるのが。いや、いいですよ、はい、12月19土曜日ですね、の21時、午後9時から、午後9時から、はい、マドたちのオフィシャルウェブショップで発売させていただきます。わかりました、はい、動画の説明欄にリンク貼っとくんで、そこでもう21時になったらオープンするってことですかね。そうです、はい、この商品ページが、はいはい、ちょっとまあ限定品ということで特別感もあるんで、まあ1人1個にしようかなと。なんでこの、黒なのかニゴイなのかちょっとまあ悩んでいただいて、かっこいい方を買うのかダサい方で遊ぶのかと。でおそらくですね、あのかなりの争奪戦になるんじゃないかなということが予想されるんで、その辺はちょっと申し訳ないですけどご了承いただきたいなと。12月の19ですね、はい、の土曜日ですね、はい、21時からあの動画説明枠にあるリンクにて販売しようかなと思うんで、どうですかこれ、クリスマスぐらいには届く感じ。そうですね、あの24、25着ぐらいで、あの発送できるように準備はしていきます。じゃあクリスマスプレゼントということで、まあ、どちらかを使っていただきたいなという感じですね。はい、ハニタスプラスの宣伝でもしておきます。あ、そうですね。一応ちょっかり置いてます。あ、ぜひぜひ。いや僕ね、正直ハニタスプラスはやべえと思ってるんですよ。ほっと相談であんな拾えるかって言ったことないのに、僕もね、これKさんの2週間ぐらい前にノイキで爆調してるんですよね。あ、はい、でこちらですね、まあ役得というか、あの僕先にいただいて使ってるんですけど、これは釣れますね、間違いなく。まあ、ちょっとこっちはあのいろんな人にも入ってもらいやすいサイズ感なんですけど、まあ、ある程度ね、このこっちはやってる人も納得のサイズ。そうですね、ちょっと物足りないく感じてる人たちもあのいると思いますので、まあ、そういう人たちに向けたといいますか、まあ、こちらはどっちかというと弱いアクションで、はいはいはい、魚に寄っていって食ってもらうっていうようなルアーなんですけど、はいはい、これの場合は寄せてサイズとアクションもあのハニタスに比べて大きく動くようにしてますので、はいはい、サイズ感プラスアクションで魚を寄せて、なおかつ見切られにくくこう頭をすごく振るように設計してますので、まさかのそのハニタスがでかくなるかと思いきや三連結なんですよね。そうですね、あの全然、ね、形ちゃうから二連結で最初設計してたんですけど、あ、これで。そうなんですよ、 あるんや、ほんと。いや、すげえ、ちょそれずつしてみた。どうぞ。これ二連結で最初設計してたんですけど、あ、二連結がね、どうしてもアクションがね、まあ、なんとなく泳ぐようにはなったんですけど、でもやっぱこの平べったいボディのまま大きくしたって感じじゃないですか。じゃないですね、ちょっと細身になってるんですね。一応クイングシステム、その3つのアクションとレンジを使い分けるところ以外はもう違うものとしてあの僕は開発したんですけど。なるほど、はい、クイングが特徴ってことですか。そうですね、特徴としては同じで、まあ、ここがあのハニタスの肝ではあるの で、ね、まあ、ハニタスっていう名前を残したんですけど、あ、まあ、それにさらにあのアクションの強さで、サイズであったりアクションの強さであったりっていうのをプラスしたようなものなんですけど、半端なく苦労したんですよね、これ。これはね、苦労しましたね。まず2連結で最初設計進めてたのに、はい、全然アクションが出なくて途中で3連結に変えたんですけど、でこっからまたね、ファーストが泳がなくなったりサードが泳がなくなったりっていうので、あ、この前の長さとこの、はい、真ん中の長さですね、はい、ここがもうすごく重要やっていうことが分かりましてですね。なるほど、僕自身3連結作ったの初めてだったので、まあ、ちょっと長くなるだけやし、これでいけるんじゃないかなと思っとったんですけど、はい、全然そんなことなくて、ここでもね、5ミリ変えるだけでも全然アクション変わってしまう。そうなんですか。そうなんですよ。はあ。そこの長さ違いがたくさんあるんですけど、うわ、最終的にこうなったんや、はい、これでもカラーも相当リアルですよね。そうですね、あのこれは、ね、金型品じゃないので、あ
はいはいはい、多分12年末ぐらいには金型品の写真を、まあ、インスタとかで投稿できるかなと思うんですけど、実際鱗も入ってもっと彫りも金型になると綺麗になりますので、よりリアルに。これまだ未完成品なんですね。そうなんです。であのホロもこれホログラム貼ってないので、もっと綺麗になる、もっと綺麗になります。それはもうあれですよ、はい、魚は分かんないですけど釣り人はもう入れ食い。まあ、こんなこと僕が言うのもどうかと思います。まあ僕 YouTuber なんで。でもやっぱり、ね、見た目好きじゃないと使う気にならないですよね。いや、それはそうですね、はい、まあまあ僕先使わせてもらってますけど、はい、がっちり釣れてますからね。そうですね、ちょっとあれは衝撃でしたね、はい、まさか2本同じ場所から抜けるかってビッグウェイトで。僕もあんなにビッグウェイトで釣ったの初ですよ。まさか。これはいつ発売なんですか、ちなみに。今のところ3月にまずウェブショップで先行で発売する予定ですね、はいはいはい、多分3月に、はい、プリシーズンは間に合うと。そうです、はい、必ずそこに間に合わせたいなと思って。なるほど、はい、これは楽しみですね。しかもこれ今ついてないですけど針金チューみたいにしていただいてたじゃないですか。 あれ最強なんですよ、ほんまに。ワイヤーガードをスマートに簡単に取り付けできるような設計にしてますので、ちょっとそれは発売遅れるかもしれないんですけど。あ、はい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 、はい、別売りでね。そうですね、はい、一応まあ自分でもチューニングして簡単に曲げてこう針金曲げて作ってはいただけると思うので、はいはいはい、またその方法とかも動画で出そうかなと思ってるんですけ ど、 なるほど、まあ、後日発売もする予定してますので、うん、だからもうめんどくさい人はもうそれ買ってっていうことです。 そうですね、その針金がね皆さん全然ロックエリアガリゴリ当てても全然根がかかんないんですよ。もう正直リップレスなんですけど、クランキングみたいに当てまくって釣れたんで、その針金とこのレンジの変更できるシステムとでこのサイズ感とこの動きがあれば、まあプリバス枯れるだろうなっていう感じですね。ルアーのカラーというか、ルアーのカラーはね、これに関してはもう塗装ですね。顔に関しては塗装で、ここは印刷といって、はい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 、本当にこの紙に印刷するかのようにプラスチックに印刷できる機械が、これに関しては画像を写真を加工してハニタスの形に、はいはいはい、それをプリンターに載せて顔とメモリを印刷するっていうようなやり方ですね。なるほど。リアルカラーと言われるものっていうのは、この標準のカラーでいうとこれ以外はそういう機械に載せて印刷してっていうようなやり方してまして、まあ、塗装には塗装の良さがあって、うん、こう印刷機には印刷機の良さがあるので。オスのハスですねこれ。あ、そうなんですか。多分オスのハスの色ですけど。詳しいですね。これはハニタスの型に作ってあるんですよね。こんな感じでね入れて、でヘッドが、これがヘッドなんですけど、上からこうインクを吹きつけて、はあ、なるほど。瀬戸原はこのインク乗らないので、それは 手作業で塗装してます。なる